おい、起きろアホ。いや。This video is sponsored by Amino Apps. Are you a fan of either anime, games, cosplay, or all of the above? Then Amino App is definitely for you. With the Amino App, you get the best anime experience right at your fingertips. The Amino Sorties allow you to watch or even create short, cool, and highly enjoyable videos, all from your phone. What's more, you can go ahead and find people who share similar interests with you. There are tons of anime communities, Dragon Ball, Naruto, and lots more. Be sure to connect with me and watch all the exclusive stories I'll be creating. All you need to do is search me in the search bar and follow me to stay tuned for more awesome videos. The link are in the description.何してんだてめえ。おはようございます。髪切った？切ってねえよ。あ、そっちの方少し深くなってるから気をつけて。え、あ、どこ見てるの？人が困ってるのに。ごめんごめん。やめろよ。富樫くんのエッチ、エッチ、あー、やめて。あやっと戻ってきたか。お前のせいか。お疲れ様でした。大丈夫かな銀さん。リミー、かいくらい好きなだけ飲ましてやれよ。怒らなきゃいいけど。昨日はあれからダメだ、思い出せねえ。落ち着け。昨日あれから一体何があったか思い出せ。せめて知り合いだけは避けて頼む。眠れなかった。どうか広いそのお心でこの弱く微小たる者の願いを聞き届けてはくださいませんか。何してる、マンション内で暴れるな。いい大人が。おはようございます、リリチオ様。おはよう我がビッチ。朝だよユキ。ああ、なんでまた寝るのよ。可愛い幼なじみが起こしに来て。ほらほら、あくまで逆らうつもりね。ぎゅーん。うわっ、の、観念した。さあさあ、朝練に間に合わなくなっちゃうでしょ。いい加減よくしゅ。あー、朝ですよ。もうちょい寝かせて。あー、新人のイオリちゃんです。いらっしゃいませ。本日はご指名ありがとう。夢か、俺が女子高生の制服なんか着るわけ。まったくひどい夢だ。おはようございます。おはよう。気をつけろこの変態野郎。父ちゃん何してんの。父ちゃん、あったよ、起きりゃいいんだろ。
まだ傷も治ってないのに、かっこつけて病院抜け出したりするから、また入院なんてことになるのよ。はい。桜ちゃん。ん？桜ちゃん、もう食べれねえってばよ。死ぬほど食ってろ！ただいま。もうマジ疲れた。朝までメデューサ探してたのに結局見つからず。戻ってきてるって話だし、とりあえずお兄ちゃんの部屋行こう。何これ、まあ、いっか。おはよう、お兄ちゃん。今日もいい天気だな。あ、こんなところで寝てたら風邪ひきますよ。何されてた。兄貴に指一本触れようもんなら真っ赤な花咲かせんぞ。ほんとほんと待って。朝からうるさい。ナルト、任務に遅れるわよ。あ、さくらちゃん、寝ぼけるな。バカなれた。ハヤト君、ハヤト君、おも、ごめんって霧島さくら、不法侵入罪で拘束させていただきますわ。ハヤト君、はよー。どうして会長と霧島さんがいるんだよ。自分の立場をわきまえなさい。あなた、よく抜け抜けと。早くこの女と一緒に出て行ってよ。みんな出てけ。トドちゃん、起きて。もうちょっと。起きてよ、遅刻しちゃうよ。ダメだってば。いやああ覚めましたか。ずっと目覚めなければよかったのに。なんでだよ。さすがにこれが夢だということは自分でも気づいている。何をなされているのでしょう。すでにこの部屋の重力は我が一家に。ユータ大丈夫。お前はいい加減にしろ。これで寝てるのはゆかり先生だけですね。じゃあ、私が起こしたる。ずっと夢見てたんや。バイバイで起こすの、やってみたかったんや。あれ私フライパン持っとったはずやのに、どこ行ったんや。二人でお父さん起こしてきてくれる。はーい。父ちゃんまだ寝てんのかよ。お父ちゃん起きて。お父ちゃん、朝ごはんだよ。そんな可愛い感じで父ちゃんが起きっかよ。見とけよ。